日本共産党北海道委員会働く青年相談室長の松井秀明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問なんですが、はい、私の周りでも仕事に就けなかったり失業した人が結構いるんですが、松井さんはどうしたらよいと思いますか？大量解雇が今本当に深刻です。違法解雇も後を絶たず、政府も指導監督を十分に行えていません。何よりも体力が十分にある大企業の皆さんがきちんと雇用を守るように政府がきちんと指導していくことが大事だと思います。それと派遣や請負い、アルバイトといった不安定な仕事ばかりが今広がっていますけれども、これを法律をきちんと変えて正社員が当たり前の世の中にするっていうことが何よりも大事ではないでしょうか。私はこの春前大学生だったんですが、はい、もうすごく学費が高くて親に申し訳ないと思ってました。実際に学費の高いせいで辞めていく学生もたくさんいます。松井さんはこれをどのように思われますか？私の教員時代の教え子にも経済的な事情で退学した子どもがいます。派遣のバイトに追われて授業にも満足に出られず、何のために大学に来たのか分からなくなったって言って大学を辞めてきました。未来ある若い人たちが希望を断念しなければいけない。これは本当に日本にとって大きな損失だと思います。なんといっても学費が高すぎます。高校生大学生の学費の免除制度を大きく広げること、それから無償奨学金の枠を元に戻し、さらに大きく拡充して多くの皆さんが安心して学校に行けるようにしていくことが何よりも大事だと思います。そのような政治にはお金がかかると思うんですが、はい、やはり消費税を上げるしかないんでしょうか？消費税は上げる必要がありません。この間私たち国民が国に納めた消費税と同じ分が大企業大金持ちの皆さんの減税に回されました。医療や福祉のために消費税が増税されたわけではありません。アメリカのオバマ大統領は大金持ちや大企業の皆さんに増税をお願いして、その分私たち庶民の大減税を行うことや、これまでアメリカになかった公的な健康保険制度を作る方向に舵を切り替えました。日本も見習うべきではないでしょうか？そのオバマ大統領は世界に向けて核兵器を廃絶を呼びかけましたが、松井さんはどのように感じていますか？アメリカ大統領として歴史上初めて核兵器廃絶を世界に呼びかけたことで私本当に感動しました。被爆国国民の一員としてこれ本当に大歓迎したいと思います。この間日本共産党もアメリカのオバマ大統領の演説に関連して手紙を送ったところ、なんと返事が届いています。アメリカ政府と日本共産党の間に正式な外交関係が開かれるという新しい時代がやってきました。ぜひ皆さんもご一緒に核兵器廃絶のために力を合わせていきましょう。国民要求を実現するそのリード役をぜひとも私たち日本共産党に果たさせてください。後期高齢者医療制度も、派遣労働の規制強化の問題でも、この間私たち日本共産党は政治の世界に大きな共同を生み出す力を発揮してまいりました。大企業、大金持ちの皆さん、遠慮なく物が言える、私たち日本共産党だからこそ、多くの皆さんの切実な願い、国民要求を代弁するリード役を果たしていくことができます。今、政治の世界に、私たちの未来に暗い影を落とす危険な流れが大きく広がってきております。その危険な流れにストップをかける役割、血を流し流される未来を生み出す憲法改悪、私たちの暮らし地域経済を根底から破壊する消費税増税、私たち国民の民意を反映しない国会を作る比例定数削減、この危険な政治の流れこそ何としても私たち日本共産党を食い止めなくてはなりません。私も全力で頑張ってまいります。